行きましょう。もう無敵な感じだよ。ふう、およよー。あらら、右の方だった。おさらいなのに全然覚えてないっていう。おお、いちごガン虫だとめっちゃ簡単な感じがします。これはこれ下からじゃないといけないやつ。うん、どうしたらいいんだ。よし、おっとしまった。2段ジャンプじゃなくて2段ダッシュだから。よっ、おっとっとっと、普通にここに降りられないとか。あれ、うーん、上の方か。よっ、よし。で、うん、本当に落ち着けばこのダブルダッシュのおかげで全然簡単だからね。うおー、下に行きたくなる。ぬー、なんと痛い。イチゴはまた後のお楽しみにとっとこうという手で。あら、いや、じゃ、なるほど、ダッシュ。よく見たらレールがついてる。はあはあ、もうちょっと速くやらないと。わあ、ちょっとなんか違ったかも。おい、よっ、オッケー。うわーっとっとっと、うん、2回ダッシュか。わーっと、よっ、ほっ、あー、うっそ、斜め入っちゃった。うー斜めに入っちゃうんだけど。あー、しまった、今のはぼーっとしてた。よっ、よっ、あれ、上入れてないの。本当になんかダッシュが始まるまで入れっぱなしじゃないといけないっぽい。よし、気をつけて。うん、できる、できるよ俺なら。深呼吸して今のはちょっとゆっくりしすぎた。よっ、ほっ、ついでに、あー、今のはちょっと、おっ、おっ、しっかり画面見て。よっ、よっ、あー、しまった、最後のそれ忘れてた。あ、違う違う違う、やばい、ここそんなに苦戦するようなとこじゃないのに。よし、いやいや、なんか1、2回できそうなところ何十回もやられちゃった。よっ、おっ、痛い。ここもまあ簡単なはず。よし、さて、よし、で、この後は、ああ、迷わなかった。あ、下の方にあったのか。そっか、見てなかった。
おっとっとっと。よっ。からの、こっち何？お、ラッキージャンプいらんかったかも。あー、まあいいか。え、嘘、ここから？ちょっと余計なことしたかも。よっ。お、ここからよし、オッケー。ああいつかいたね。ついにラスト、ん、ついにラストスパートだね。本当にあと少し、いよいよ頂上だよ。ああ、ん、どうしたの？いや、悪かったな。俺はあんたの足を引っ張ってた。もっとあんたを信じられるようにならねえと。うん、なんか結構マデリンちゃんの主人格の方が結構強いね、メンタル的に。やっぱりあなたが悪いわけではない。私だってあなたを切り捨てようとした。もっと言うと、生まれてきてから今日までずっとあなたを捨てようとしてきた。私こそごめんね。もっと早くあなたを理解しようとしていれば。でもあの頃の私はプライドが高すぎたのか、頭が固すぎたのか、とにかくあなたを分かろうとすることができなかったの。お互いだいぶ時間と労力を無駄にしたよな。少なくとも今はこうやって自分たちの間違いについて話し合えるようになった。自分との対話、うん。この山があなたを出現させてくれてよかった。二人でなら乗り越えていける。一緒にこの山の山頂に立てたら、あとはもう何だってできるよ。でも頂上まで行けなかったらネガティブ。それならそれでいい、ポジティブ。いいのか？もちろん。こうやって二人で挑戦してることが嬉しいもん。わあ、前向き。これこそ私に必要なことだったんだなって。うん、挑戦すること自体がかけがえのない何か、うんぬんかんぬみたいな。なるほどね。その理由俺にもやっと分かってきた気がする。よし、とっととやり遂げちまおうぜ。急になんかこうみんな明るくなってくな。さあ 3000m、 もうこれ以上高い山というともう数えるほどしかない。よっ、届くか。オッケー。おな、何じゃこれ。わお、29号目みたいな感じ。これ29号目ってなんだ、15号目までしかないのか。いや、ないんじゃないのか。おお、何かないかな。うん、ジャンプは、ジャンプっていうかエアダッシュは むやみに使わないで。でも握力ゲージを考えればこれは、ウェーイ、なんかめっちゃ綺麗なピンク色の雲海。ふう、28、あ、残り回数ってことか。あと28登山。28登山ってよくわかんないけど、あと28丁目あるはず。何これ。あー、これまでの宝石が、あー、なるほど、隠されてるんだ。で、全部集めるとあの青いハートももらえると。あの青いハートは何かあったっけ、ちょっと覚えてないな。確か1個見かけたような。うん、6つある宝石のうちまだ1つしか手に入ってないって。探索しがいがあるゲームだな。おっとっと、さてここはどうやって行くのかな。あと27丁目。ここはよいしょ、よいしょ、おっ、おっ、今一瞬イチゴに目移りしたけど諦めた。雨が降ってるせいかすごく登りづらいんだな。
ブレス・オブ・ザ・ワイルド始まったな。あれ、ジャンプ力が弱いのか。そんなことはないよね。よっ、いちごちゃんはまた今度。よし、おお、あ、しまった、エネルギーがない。わあ、ずるずる。よっ、よし、よっ、おおお、痛い、なかなか厳しいんじゃない。あっと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 、およっ、おおお、よっ、よっ、ふう、なんとも騙された。まあいいや。おいおい、届かないやつ。おっと、あ、すまん、しまった。もう一人の自分に投げてもらえるものだとちょっとそらめした。あー、しっかり触らないと。しっかり触った上で上に入力してダッシュ。いいよ、おお、連れてって。よし、あと19号。あ、なんか今度逆に浮く。おっ、おっと、危ない危ない、ちゃんと足つけないとピューってならない。あっと、あんまりジャンプ力なかった。できない。よっ、左上気になるけど今は我慢かな。届く、届いた、よかった。もう一個、これはどうやって取るんだ。よっ、おっ、おっ、あ、浮かないよね。謎、どうやっていくの。ちょっとふわーってなるからそれをうまく利用するみたいな。あ、真横ダッシュじゃダメだよね。これはでも厳しいな。ちょうどダッシュが終わるところで掴めないと厳しい。うん、頭ぶつけちゃうよね。でもおそらくその取り方じゃないと。あ、いけた、よかった。厳しいわ。よっ、オッケー。さあ、ここから右側か。でもちょっといけない感じだわ。あ、だだだだだだだ、ちょっと掴もうとしたね。よし、ふう、よっ、あれ、ちょっと待って、どこに降りたこれ。ここから飛んで2回飛ぶのか。え、だだだだだ。よっ、うん、どうなんだろう。そのままふわっといっちゃった方がいいのか、一旦壁触った方がいいのか。あ、結構なんか壁からのキックがジャンプ力あるわ。あー、逆にやりづらいな。さて、頑張るしかない。よし、いけるか。ダメか。登る力がなくなっちゃうから急いでいかないと。よっ、ほっ、届いた。
ふん。あ、あれ？あ、そっか、バネ、バネ触んないと。痛い。よっ。お。よいしょ。一旦バネに触ってからの、あれ、掴めないだと。よっ。おっ、まず右の方に行くか。あっ、ちょちょちょ、違う、まさかの展開。結構あそこにたどり着くまでが長いからきついな。さあ、すっかり甘え体質になっている。よっ。うん、おっ、ちょっと違ったけど、まあいいや。おっ、オッケー。あーっと、ここからか。もう一回。あっ、ちゃった。心に落ち着きを取り戻して。よっ、そい。おっ、違う違う違う。ふう、よいしょ。ちょっとやばいやつ。おだー。すんごい単純なところができないと悲しいっていうか、悔しい。よっ。およし、オッケー。よっ、オッケー、いけた。あと12。あ、やっちゃった。ついついなんか上に持ち上げられる気になっちゃうけど、そうじゃないんだよね。よし、降りて、よいしょ、オッケー。からの、あ、あ、そこのバネ。よっ。ふう、いいよ。いたててて。あ、いててて。これは、どうやっていくんだ。なるほど、違うな。ちょっと右に寄ってから左にエアダッシュ。うん、浮くね。逆にいけるか。あー、失敗した。あ、そっか、エアダッシュで耐えられるかもしれない。ちょっと間違えた。斜めに入っちゃった。痛い。どうしても斜めに入ってしまう。よっ。おっ、おっ、オッケー。さあ、調子よく登っていくが。よっ。あー、嘘でしょ。場所覚えてないやつ。よかったー。よっ。こうやって登っていくのか。なるほど、言ってたね、スタミナ使わないにする方法。おっ、羽まで来たか。羽が必要かな。うん、あ、ダメっぽいね。よし、ふう、おっ、おっ、よし。さあ、静かな感じになっ
ってやっちゃった。よよし、残り4つ。お、右側の山頂までの道のりみたいな。こう来て、おお、羽を取って下をくぐっていく。で、あそこを降り立って登って、羽使って回っていって、あそこはさらに上の方に行って、はみ出て2のとこまで行って、ダブルダッシュ、さらに登っていく、バネで登っていって、クリスタルで稼いで登っていって、最後、お、最後はもう本当に普通に登るだけだな。お、しかし道のりは険しい。おお、あとちょっとだ。ついに山頂が見えちゃったね。うん、よし、もう少しだ。いや、出てる、これは上か。よっ、おっ、バヨーン、おっ、うう、俺イチゴ取りに来たかったわけじゃないんだ。なんでイチゴルートに来ちゃったんだ。痛い。よっ、ここからどこに行けばいいんだ。あ、こっち、よし。痛い。この操作がかなり難しいな。うん、ドライビングテクニックが重要。よし、くそあれは抜け出た方がいいのかな、壁にくっついた方がいいのかな。よっ、ほっ、あー、ダメか。なんかちょっとあの感性が残るのかな。よっ、やっちゃった。厳しいな。ドライビングテクニックが全然ない。よし、おお、感性が残る。やっぱり一旦壁にくっついた方が賢いか。よし、壁にくっつけば結構簡単だったわ。あ、やっちゃったー、これ。やっちゃったー。おーっと、まだ頑張れたのに。さあ頑張って登って、よし、来たー。さあ、あとは一生懸命登るだけ。ついに山頂まで行けそう。でも何かありそう。すごい、なんか音楽が遠くなってった。おー、来たー。本当にやっちまったなっていうか、誰だよ、旗立てたのは。すごくない、信じらんねえな。すごい、見てよ、絶景だよ。絶景つうか、もう雲しか見えないじゃん。逆に本当にものすごく高いところまで登ってきたんだね。この景色が見られてよかったよ。だって俺はもう、あ、そっか、セレステ山を離れたらあなたとはもう話せなくなっちゃうんだよね。逆にセレステ山に来たらまた話せるんじゃないの。少なくともこんな風には。ああ、いつかは帰らないといけない、それは分かってる。
でもこの体を失うのは怖いよな。あ、一応肉体はあるんだね、普通に。それでも消えちゃうわけじゃないよ。ここへ来る前からあなたは私の中にいたんだから。わかってる。でも俺の声に耳を傾けるかどうかはあんた次第になっちまう。お、なるほど。あんたと直接話ができなくなっても俺はもう前みたいには戻れない。この山に来る前みたいにはさ。大丈夫、私だってもう前の自分には戻れないもん。これからは二人で力を合わせて生きていきたい。ああ、信じるよ。それでもやっぱ怖えよな。うん、自分がいなくなっちゃう状態なのかな。どうなんでしょうね。その二重人格者とかってさ、たまにこう漫画とか小説とかでも見るけど、うちに秘められてる人たちは大抵その主人格と自分がいるってことを分かってる。で、主人格の方はそのサブ人格のことがよく分かってないってことが定番だけど、この場合もそうなっちゃうのかな。セレステ山を離れないとちょっと分からないか。で、次はどうすんだ。もう登っちゃったしね。もう少しだけこの眺めを堪能しようよ。賛成だね。お、なるほど。絶景かな、絶景かな。ここまで、うん、風とかってどうなの。やっぱりこの辺りでゴーゴー来てるのかな。こんなところにある植物もすごいけど。いやー、頑張って登った。で、登山ってのはやっぱり下山まで含めて登山ですか。あ、あー、終わったっぽい。やったー、とりあえず登頂できました。お、ちゃんと下山していく。うん、やはり山を降りるまでが登山です。おお、今どのあたり。結構はしょったんじゃないこれ。あ、エアダッシュ。まあ、セレステ山を離れたらそれもまたなくなっちゃうのかな。お、便利だね、随分。あえて二人一緒に行くんじゃなくてばらけて帰っていくんだ。あの写真は誰が撮ったの。自分？スマホ持ってないけど。お、あの裏ぶれた小屋は何でしょう。うん、いやー、しかしセレステかなり難しいとは聞いてたけど、めっちゃ難しかったわ。もうほとんどなんかもうやられて覚えていくって。いや、もうその通りの紹介がゲーム紹介にされてたけど、かなり大変だったな。で、何よりびっくりしたのが、かなり頭使うってこと。わあ、何これ、楽しいみたいな。まあ、肉体があるうち、てか、君飛べるでしょ。よくよく考えたら、あの、もう一人の自分は結構自由自在に飛んでましたけど。うん。マデリンちゃんの、マデリンちゃん自身を頂上まで持っていくってのが、でも、待てよ。お前、自分で抱えて持っていけるとか、そんなことないかな。あ、大城さん。すげえ、こき使ってる。自分の黒い部分を使って掃除するとか、なかなか賢いんじゃないの。お、いらっしゃいませー。あ、そんな、みたいな。なるほどね。うん。しかし、その、めっちゃ頭使うところはちょっと面白かったかな。あの、ちゃんと考えていかないと、こう、イチゴ取ったりとか、クリアすることができなくて、そういうところがちょっと意外な面でもあったけど、楽しかったと思う。で、いろんな、ほら、ギミックがあって、シャボン玉とかにさ、入って飛んでったりとか、いろんなことができてちょっと面白かったかな。お、何、君そんな分裂から分裂できたの？マジかよ。そしてそろそろ下山完了みたいな感じ。お、あの鳥は一体何だったんでしょう。うん、これだけ分裂して襲ってきたらちょっとやばかったかもね。いや、もしかしたら分裂した分だけ弱体化するかもだけど。そうや、ばあちゃんとか、セオはどうだった？中腹に置いてきっぱなしなのかな？うん。お、さあ、幸せだったような、そうじゃないような青い鳥と一緒に帰ってく。あの鳥は一体何だったんだろうね。お、Thank you, thanks for playing. にっこり、みたいな。お、
あら、これは自分でプレイするパート。ふぅ、ばあちゃんちじゃん。おかえり、セオもいるね。マーデリー、どうだった頂上には。おっと、うん、行けたよ。最高だった。綺麗だったろう。お、なんか ばあちゃんも登頂者っぽい。わざわざ登るなんて労力の無駄だと思ったけど、全然無駄じゃなかったぜ。なんかちょっと爽やかな感じだったな。スマホ貸しときゃよかったな。それこそ最強のセルフィー撮れたのに。最強とは一体。最強。あれ、ああ、こんばんは皆さん、お揃いで。なんであんたがいいんだよ。まさかのこの雰囲気に水を差してくる和尚さん。そこまで邪険にすることはないか。鳥さんが教えてくれました。なんでもパーティーがあるそうで。鳥が招待状代わりだなんて、きっと特別なパーティーに違いない。ですがご迷惑でしたらおいとまいたしますよ。わあ、奥ゆかしい遠慮に。日本人かお前は。いえ、大城さんいてください。また会えて嬉しいです。おお、大城、あのホテルの外で会うのは初めてだね。外に出られてよかったよかった。やはりあの自爆霊みたいな感じになってたのかな。マデリンがパイを焼いてくれたんだよ。山で集めたストロベリーでね、美味しいパイもある。とうとうパイが出てきた。それはそれはマデリン様、ストロベリーパイなんてガキん時以来だ。楽しみだな。あんま期待しない方がいいぜ。こいつ料理の才能はゼロだから。山登りも無理だって言われたけどちゃんと登れたよ。お、さ、確かに説得力はあるけど、料理はいきなりなんかできるようになるの？まあ分量さえ間違えなければそんなに。お、確かに。セオが期待するほど美味しくないかもしれないけど、頑張って焼いてみたよ。うん、パリッパリの頼むぜ。どう？美味しいかな？お、なんだ、すごいな、この…待って待って、今さ、ばあちゃんはまあ普通の人間だと思ってて数えようとしたけど、5人中2人は霊体みたいな感じ。あ、でも一応もう一人の自分は今肉体持ってる、受肉してる状態だから、まあ、てかストロベリー上にちょこんと乗っけてるんだね。でも美味しそう。うん、マデリン、俺たちのためにわざわざ焼いてくれたのはありがたいけど、ごめん、これはちょっと食えそうにないな。まさかの美味しくないとかじゃなくて食えそうにない、そこまで。大事なのは気持ちだよ。ったく、これだから味のわからん連中はまさかのもう一人の自分にちょっとフォローされるっていうこの悲しさ。俺が全部食ってやる。お、イケメン。いいよ、無理しなくて。わかってる、行ってみただけだよ、まさかの。男気見せたんだから食わんかい。大城はまあ食べたそうにしてるけど、霊体だから食べられないのかな。あ、さあ、というわけで175個もあったイチゴ。あ、わかった、これイチゴ足らないとかなんじゃない、もしかして。全部集めたら美味しいパイになるんじゃないの。そんなことないのかな。さあ、結果として最後までに654回も僕はお亡くなりになりました。そして5時間半ぐらいかけてクリア。でも会話シーン結構長かったよね。アクションシーンだけじゃなくて、なんか濃密な会話の時間があったんで、すごい面白かったけど。さあ、最強のセルフィーが撮れたところで、見た目は美味しそうなんだけどな、食えたもんじゃないとは。お、エピローグ完了したのかな。なんだ、あ、新たな何かが生まれた。うっそ、中腹あたりに。チャプター8コア。うっそー、マジかよ。実は最終話じゃなかった。いや、多分一旦終わったんだろうね。これからおまけ編みたいな感じでしょうか。うん、まあとりあえずひとまず山頂まで行くという主目的は果たされたというところで、そこは良かったかな。うん、なるほど、まだまだ存分にアクションスキルを試すことができると。いやー、大変だった。650回か。いや、もちろん無駄にやられちゃったところもあるけど、とにかくね、分かってるけど
操作を焦っちゃってうまくいかなかったりとか、ぼーっとしてるとね、そう、ゆっくりしてられないから、ぼーっとしてちゃちょっとクリアできなくて、あと頭も使わなくちゃいけなくて、で、ちょっとなんか横に行きたいときに斜めに入っちゃったりして、かなりくじけそうになったんだけど、マデリンちゃんがね、あんなにね、絶対登るって言うから、しょうがないな、みたいな。俺がもう一人の自分みたいなもんだったよ。お前はもう無理だから行くなって俺が言いたかったけど、マデリンちゃんが行くのやめるよって言ったら俺だってやめてたよ、と思いたいけど、まあ、最後まで頑張ってしまいましたというわけで、じゃあとりあえずセレステの、表面みたいなものはクリアできたというわけで、じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。もしかしたら、続きのチャプターもやるかもだけど、ここで一旦終わらせておきましょう。さあというわけで、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回ありましたらよろしくお願いいたします。